PG カーツバッグ2の使用方法をご紹介いたします。ニュートリーの PG カーツバッグ2と EJ 連結チューブ2を医師の指導によりお使いの方へ。この動画は正しい使用方法をご理解いただくことを目的としています。必要な機材を準備します。使用する前に毎回点検してください。汚れがある場合は水またはぬるま湯を浸してよく絞ったガーゼなどで速やかに拭き取り、乾いた柔らかい布などで水気を拭き取ります。アルコール、消毒剤、液体洗剤などを接触させないでください。使用前点検として、1、破損、特にメッシュ部分、ひび割れ、変形など劣化が認められないこと。2、手動ポンプとエアーホース接続部が接続されていること、またその他異常箇所がないか確認すること。3、加圧したとき、バッグおよびエアーホースなどから漏れがなく、圧力ゲージが50キロパスカルまで上昇すること。4、加圧された状態で三方滑線のハンドルを回し、脱機したとき圧力ゲージが元の位置まで戻ること。5、手動ポンプの動作が滑らかであることを確認します。以上5点を確認します。この動画ではニュートリーの PG カーツバッグ2と EJ 連結チューブ2の使用方法を説明します。栄養剤を準備します。栄養剤の容器が破損・液漏れしていないこと、キャップの外れがないことを確認します。栄養剤を持つ場合は、キャップ部分だけを持って動かさないようお願いします。とろみ状栄養剤の場合は、縦に10回程度振り混ぜましょう。左右どちらかに180度回転させ、キャップを取り外します。キャップが外れ、先端部から内容液が出ることを確認します。栄養剤の抽出口に、EJ 連結チューブ2の連結ジョイントをはめ、時計回りにねじって接続します。EJ 連結チューブ2の先端アダプターのところまで栄養剤を満たし、クレンメを閉じます。PG カーツバッグ2の栄養剤容器挿入スペースに栄養剤を入れます。均一な圧力がかかるように、栄養剤の容器の端部をメッシュの端部に合わせ挿入スペースにセットします。 EJ 連結チューブ2を移動チューブに接続します。移動チューブを回した場合、ねじれや折れの原因となるので、移動チューブを保持し、 EJ 連結チューブ2の先端部を回して接続します。接続は過度な締め付けを避けてください。移動チューブから外れなくなる、または破損の原因となります。三方滑線を早期側に回します。圧力ゲージに20から50キロパスカルの表示が出るまで加圧します。圧力は栄養剤の粘度に応じて調整します。粘度が2万ミリパスカル秒の栄養剤の場合、40キロパスカルの圧力を目安に加圧すると、10から15分で押し出しが完了します。赤いラインが出る前に加圧を停止してください。三方滑線を圧力維持側に回します。これで投与準備は完了です。EJ 連結チューブ2のクレンメを開け、投与を開始します。栄養剤の残りが多い場合は、再度加圧を行って投与します。三方滑線を脱気側に回し、PG カーツバッグ2の空気を抜きます。栄養剤をバッグから取り出し、残りを絞って注入します。
栄養剤をこぼさないポイントは、栄養剤の抽出口を上に向けてキャップを外すことです。キャップを引っ張ったりしないようにします。栄養剤の抽出口を寝かせたままにしておくと、内容液がこぼれるのでご注意ください。チューブ外れを防ぐポイントは、医療チューブと EJ 連結チューブ2などの経腸栄養注入セットをしっかり接続することです。この時、チューブのねじれがないかを確認します。効率的に栄養剤を加圧するポイントは、栄養剤を PG 加圧バッグ2の栄養剤容器挿入スペースに入れる際、栄養剤の端をメッシュ部の端に合わせて左右中央に配置することです。栄養剤を直接医療チューブに接続する場合は、栄養剤はメッシュ部の端より少し内側に入れ中央に配置します。栄養剤容器をメッシュ部からはみ出してセットしたり折り曲げてセットすると、栄養剤容器が破損する恐れがあります。